お世話になります。一人でございます。また今回も視聴者さんからのリクエストで、ボックスいっぱいシリーズ、放牧場はいっぱいシリーズやっていきたいと思います。と言っても2回目ですけど、どういうことについてやるかというと、ここの、あれですね、掲示板で、この真っ白ロコンの雪隠れですね、ここでクエストクリアする際に、ロコンもらえるんすよね。ですからここは、前のディアルガとかとは違って特殊な場所じゃないですから、まあ、特殊っちゃ特殊だけど、ですから、ディアルガの時はこのボックスが拡張することによって対処されましたけど、まあ、ここではさすがに起こらないと思いますから、じゃあどうなるか、ここで。なんか苦言を呈されるのか、また別のセリフが出てくるのか、ちょっと気になりましたんで、まあ、やっていきましょう。ちょっと普通に過ぎちゃいましたけど、受注することは普通にできましたね。あ、はい、ちゃんとそれでいますね。話しかけることはできるかな？普通に。できましたね。君を待っていたケオケオたちが遊びに出たきりか。帰ってこないんだ。出たきり帰ってこないんだ。探す手伝いをしてくれ。ケオケオ？まあ、そんな感じで。まあ、普通にクエストは進むみたいですね。はい。だから多分もらう瞬間に何かあるんだろうね。放牧場はいっぱいですで話しかけられないのかな。まあ、ちょっと予想しときましょうか。どうなるんだろう。まあ、放牧場がいっぱいだよって言われんのかな。多分他のイベントでもポケモンもらえるやつないっすよね。ですから、そのセリフ地味にもしあったとしたらかなり貴重ですよ。話しかけられないとかっていうのはないと思うんだけどね、さすがに。はい、1匹目いた。はい、2匹目。3匹目ゲット。はい、4匹目。はい、ラスト5匹目ゲットしました。これでどうなんだ？あ、これでもう一回戻んのか。はい、戻りました。はい、どうなるか。アローラ釣ってるぞ。はい、話しかけていきましょう。話しかけることはできる。第一関門突破、探してくれてありがとう。君のおかげでみんな帰ってきたよ。はいはい、普通に進んでって、まあ普通に任務クリアになるか。普通にね、ここは。で、そして、どうなんの？おや、この子はどうやら君のことが気に入ったみたい。あ、いいのか、いいのか、もらえるか、もらえるか。君さえ良ければこの子連れてってくれない。きっと調査の役に立つだろう。手持ちに空きがありません。あー！やったー！ロコンのボールを引き取る準備ができたら声をかけてくれ。あー、ちゃんと特殊セルフじゃん、これ。多分この場合しか、多分出てこないよね、これ。え、だからこの放牧場はいっぱいの時限定の、だから地味に超レアセルフじゃないですか。だからこれ対処としてはさ、ディアルガとかより、めちゃめちゃ豪華ゼリフじゃん。こいつのためだけに用意されてんだから。やるなぁ。